昭和36年10月4日遷座祭が厳粛に執り行われました。春生祭を第二の出発点としてと言われた二代様、この厳かな時、この真実への力強い前進の一歩一歩、二代様は心の奥に限りない大きな喜びと限りない大きな決意とを秘めておられたに違いありません。明けて10月5日、御神殿春生祭が盛大に挙行されました。二代様は名士様から受け継がれた道からと御教えの高まりを静かに胸の奥で受け止めておられたでしょう。開教以来地上天国建設への大理想に向かって進み続けた旧正教はここに盤石の基礎を打ち立てました。